はい、こんにちは。幕張新都心店モアナでございます。今日はずっと興味があったんですけど、スパイスを勉強するために、都内の某メーカーにお邪魔しております。今日は大先生方をお招きしております。お招きって俺が来たんですけどね、参加していただきますので、どうぞお願いします。わ、すごいメンバーです、ね、どうも、愛香さんです。海です。クッキンケイです。ケタキです。イエーイ。で、今回は今話題の特にアウトドアで人気のスパイス、人気の5選、これをちょっと解剖していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと僕が普段仲良く非常にしていただいているこの人、本当に僕の知ってる中でスパイスで本当に詳しい博士級です。メーカースタッフの相川、お願いします。はい。どうもよろしくお願いします。相川藩です。これですね、はい、僕はもうアウトドアが、まあ、仕事なんですけど、うん、よくアウトドアで人気がある商品をちょっとザラッと並べてみたんですけれども、うん、はい、スパイスもメーカー的に見てよく市場で出てる、ね、そうですね。最近キャンプがね、うん、非常に流行ってるので、まあ、非常にこの辺はどこでも見ます。そうですね。結構通販とかでも手軽に出ますよね。買えます、ね、スーパーでも売ってる分もありますね。そうですね。クレジーソルトって今もうなんか30、今年8なんですけど、20歳ぐらいの時からあって、元気で。結構昔からありますよね。ハーブの味ってこれで知ったんかもしれないぐらい定番で。これはあれですか、昔から全然変わってない状態。変わってないです、ね、変わってないですね。出てきた時何やこれって感じ。なりましたね、なりましたね、はい、昔からアメリカで肉にバーベキューとか家庭でする場合これが出てたので、うん、日本でも結構定着してます、うん、これですね、うん、で最近ちょっと話題になってるのはマキシマム。マキシマム、これはね、なんか九州の方で流行りだして、うん、九州って結構肉が安く、豚さんとか鳥さんとか、はい、まあ、牛もそうですけど手に入るんで、ご家庭でこういうスパイスソルトみたいなのを使う文化があるみたいで、うん、でそこから広がってきた感じですね、うん、僕九州に実は3年かな住んでて、確かに肉とか肉系、豚、鳥、牛、うん、で、まあ、そこで取れてるとか加工されてるんですけど、味付けされてるものが結構九州多くて、鳥だったらもうそのスーパーさんの下味がついてるとか、うんうんうん、結構この手の味っていうのはやっぱり九州は多い、うん、九州つながりでいうと実は、うん、プロセも九州。そうですね。これもすごい、もう書いてありますね。牛、豚、鳥、魚に合う、うん、何でもミラクルなやつですね。これ皆さん、クロセスパイスって呼んでるんですけど、クロセノーなんですね、はい、クロセノーって。クロセっていうのが肉屋さん。そうです。ですよね。かしわって言ってます。ああ、鶏肉のことのかしわ屋のクロセ、クロセのスパイスっていう、なかなか人気あるんですけど、結構通販とかでしか買えないぐらい。そうですね。らしいですね。去年もすごいなくなってたらしいです。で、これですかね。堀西。堀西って多分キャンプやられてる方、このチャンネル見られてるアウトドア好きな人は多分去年知った、もしくは買った、食べてみたっていう人が多いと思うんですけど、いつからあったんですか。2年ぐらい前に知りましたよね、うん、でなんかアウトドアスパイスってなんだろうって。ああ確かにネーミングはね、うん、なんだこれっていう。そうで堀西さんっていう人の名前がそのまま商品名になってるっていうのも、俺も後からこの仕事してたらじわ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 後から知ったんですけど、皆さんご存知の堀西は実は堀西さんの名前から来てるっていうスパイスです、うん、でこれですね、これ実はね、相川さんと僕の出会いは間接的にここから始まってて、はい、いきなりね電話した時、はい、ここの製造のか、ここのオーナーさんから間接的に東京にこういうメーカーがあるというので繋がらせていただいて、これも非常に人気が高い。そうですよね、はい、全然今までもちょっとかなり細かいんですけど、うん、ウタスはどんな感じですか。ウタスどんな感じですか。僕の知り合いの人から。そうですね、ちょっと待って、超プロフェッショナル。
分解するための研究員をルーミーちゃんです。メーカーの人ルーミーちゃん。この中身をちょっと分解していきたいなと思うんですけど、はい、これ特徴的なやつからちょっと解剖していってもらいます。パッと見ても結構違う。そうですね、違うもんですね、うん、ちょっとパクって食ってもらって、はい、感想を。塩が効いてて、ニンニクとショウと、あとやっぱミルポワ。ミルポワ、はい、粒がでかい、うんうん、そうですね。測ってみて、ちょっとひときわ大きい穴なんですけど、はい、まあ、粒子がでかいのか。で、黒瀬、黒瀬もちょっといただきます、はい、これ醤油入ってる。醤油すごい効いてます、ね、効いてますよね、うん、やった醤油の味がすごいですよ、ね、うん、塩がこっちよりない。あ、そうですね。こっちの方が旨味が、その醤油とかの旨味が強い。こっちの方が塩角が立ちますよね。そうですね。はい、で次がネジスロット。もう見るから塩。見るからに、はい、塩です。あ、うまい。なんか塩なんですけど柔らかい感じが。岩塩っていうのを使ってるので。はい、まろやかな味になってるんだと思います。なんかいろんな味がするというか、うん、塩の中からもう1回、2回、3回ぐらいなんか味が出てきますね、うん、で、マキシマム、はい、でも万能調味料って言ったら、うん、このマキシマムが一番最初に出たんじゃないかっていうくらい結構有名ですよね。これも塩と胡椒が、胡椒、うん、胡椒がすごい。口の中がちょっと若干おかしくで、打たせ、打たせですね。わかんないなかなか素人の舌ではわかりにくい、うん、けど塩、塩とガーリック、ガーリック、はい、と胡椒が。じゃあルミさん、はい、ルミさんお仕事ですよ、あれですよ、はい、調味料を作っちゃうのが、はい、ほら仕事なんで、はい、試しにですけど、これの中身を分解して作るというかブレンド、これでできますっていうのちょっとお願いします。いける？はい、いけますよねそれが仕事なんで結構これの特徴になってるのが、このクミンって呼ばれる、よくカレーとかに使われる、うん、これに嗅いだら絶対カレーを思い浮かべるような香りなんですけど、美味しいカレー、カレー、カレーですね、はい、あとはこのナツメグって呼ばれる、うん、よくソーセージとかにを作るときのスパイスとして使われたり、あとハンバーグを作るときに肉の臭み消しとして使われるスパイスです。あとはこのハーブですね、香り付けだったり、あ、肉の臭み消しだったり、すごい、うん、上品なというか、うん、そうですね。これだけで、と、と、あとやっぱ塩と、あと醤油とか、カツオとかの調味料が入ってる。そうなん、醤油もこれあれなんですね、醤油の粒として入れて、そうですね、粉末調味料、はい、あの水分飛ばすんですよね、そうすると粉になるんで、簡単に言うと、今流行ってるあのアウトドアスパイス5つ並べてみたんですけど、1個ずつ、まあ、ランキングはちょっとなかなかつけれないんですけど、おすすめ度合いをちょっと僕たちアウトドアとスパイスのプロ目線でいきたいなと思います。万人受けするであろう、うん、俺これなの、うん、これかなっていう、やっぱり王道といえば王道で、やっぱりロングセラー続けてるって、調味料ってロングセラーって結構あるのはあるんですよね。そうです、結構やっぱりシンプルなベタなというか、うん、なんか塩コショウとか味塩コショウとか出てきてからも定着してる。なるほど、ね、はい、あまり奇抜なやつは長続きしてる。そうですねクレイジーソルトはあの多分本当に飽きが来ないというか、もうこのパッケージのインパクトよりもかなり優しめ。そうですね、うん、で、まあ、大体全部万能なんですけど、やっぱりこれは結構落ち着いて万人受けするのはこれなのかな、うん、バーベキューとかいいかもしれないですね。そうですね、うん、味の好き嫌いなくていっぱい食べれるっていう、はい、で、肉だけに突出させたら、うん、ああ、もうプロが2人で指さした
どういうところですかね、肉に合うよっていう。やっぱりその肉に合うようなスパイスをが入ってるっていうところが、うん、なんかナツメグとかもお肉になりますし、うん、クミンとかでしたらよくラム肉で使われたりするんですけど、うん、そういうなんかお肉全般に合うよう なんか組み合わせになっている。で、ウタゼはこれも肉ですかね。そうですね。さっき聞いたみたいにこう粒子が細かいので、うんうん、肉の馴染みがいいっていう、はい、クロセ。クロセよく万能なんて何人でもいけるみたいな、よく書かれてますけど、これはやっぱりあれですか、鶏肉屋さんで使ってるぐらいだから。そうです、うん、牛もいけるし、まあ、鶏牛と、うん、豚とか。豚とか、そうですね。で、堀西が僕個人的にはなんですけど、肉以外のものに結構使ってて、うん、お豆腐にかけたりとか野菜にかけたりとかしますね。あと色が薄いもの、まあ、豆腐もそうなんですけど鶏肉もそうなんですけど、彩りプラスでこれ使うかなって。あとニンニクが結構ね、うん、効いてるんで、下手したらパスタとか。そうですね、パスタにも合いそうな味付けです、うん、味付け、はい、なんで多分あのいろんな料理にこう遊び感覚で自分でレシピ考えてみるとかっていうのであれば堀西、うんうん、もちろん肉とかにも合うんですけどっていうのが、まあ、この一つの総評ですかね。彩りも綺麗です。彩りも綺麗ですね。あのでもモアの個人的に言うと、今回並べて改めてクレイジーソース結構いけるぞ、うん、結局はっていうのもありますね。ただこれ人気ある5選なんですけど、5選が5選とも5つともやっぱり違うっていう、似てるようで似てないので、うん、皆さんもぜひこの5つプロもおすすめなんで、あのぜひ1回試してみてください。以上、人気のスパイス5選でした。チャンネル登録といいねお願いします。